こんばんは。こんばんは。いやあ、過密日程の今年の J2 も気がつけば今日の試合で半分を消化しました。現地の方は、試合前に大雨もあったと聞きましたので、お疲れ様です。いやあ、試合はなかなか難しい試合でしたね。前節に引き続き川原が抑えられビルドアップがうまくできない。その補助で伊藤が降りてくるけど、うまく絡めない。その影響で高橋は孤立して、頼みのウイングは明らかに疲労から動きが悪い。前線後のあるあるよね。そんな中で、いろんな形でビルドアップを試みるも町田はやらせない。町田はうまく守って効果的にカウンターを仕掛けてたね。ですね。うまく球離れよく熊本の変則的に動いて空いたスペースを使ってました。それでもうまいことロアッソも守ってたね。結果危ないシュートはアーリアの見事な個人技と山口のロングぐらいだった。ですね。後半竹本がうまくビルドアップで川原のおとりになったり、前線に顔出したりと、効果的な動きでしたね。竹本は本当にオールラウンドに何でもできるよね。さすがにドリブルで相手を置き去りにはできませんが、局面では一人ぐらいは、かわせるテクニックもあります。そして町田が、川原を抑えていたアーリアを交代して3バックに変更してくれた。おかげで主導権を握ることができましたね。うん、今日は1年目トリオが良かったね。年田はハンド臭いけど、初得点を。遠山はクロス精度に課題を残すけど、サイドを活性化させました。阿部の追い越しはウイングが疲れてる時にはありがたい上がりです。三島が悪いとは言わないけど、ウイングを抑えられた時に手詰まり感を感じるね。まあその辺は相手とコンディションでうまく回していってほしいですね。明日は久しぶりの公開トレーニングマッチに行ってみようかと思います。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントをお願いします。それでは、チャオ。